できているぞ。我は何時？これではダメだ。行きますよ。ここが踏ん張りどころ。大丈夫、立て直せ。手に変わって。 強い上に耐性持ちね。氷結は厳禁よ。ペルソナ！ ダメなのね、格下のくせに。よし、次行けば。
隠した相手だけど、疾風属性は効かないわよ。我が決意の証を見よう。ここでペルソナだ。
若いってのは罪だよな。世間知らずで無鉄砲、そんな奴ら。ガキだば。ならもうシャレじゃ済まねえからな。ペルソナ。はい、はい、はい。手持ちがなくなっ。容赦なしだ。なんだよ、思ったよりならこっちもあれを出すしかねえな。負け惜しみを。そいつはどうか。さあ出撃だぞ。俺の守護神がだ。敵はあの巨体。よし、行くぞ。ここは素直に従って。僕もそう。さあ。選ん。やはり待つ。本当か？どういう意味？なるほどな。舐めたまん。
ならガラスで蓋を誰に狙撃。いいか、俺ならいつ狙撃か。私ならいつでも行けるよ。うん、任せといて。正々堂々行きましょう。スクリーン毎回者がさあさあどう。今度こそ予想が。おい、何が正々堂々だ。うっ、このひきょうもど、何黙ってんだ。うるさい。なんだ。イカ様、卑怯な私がルール。それでもこれがや、ようやく。
双葉の件はありがとうな。あんま気の利いた礼はできねえが、せっかくの夏休みだろ。よければみんなで楽しんできてくれ。お、新聞屋が置いてったんだ。双葉は俺が見てる。何かあったら連絡するよ。何か動きは？今のところないわ。いいんじゃね？せっかくマスターが剣くれたんだし、お礼に楽しまねえと。だな。
開けよう。
Thank you.
ここで。行くんですね。私準備できてます。到着っと。シャドウ発見。この先気ぃつけろよ。
感じるぞ。一気に潰そう。行くぞ。
ち、アホの隙をついたぞ。ガチだかんね。これトロフィー、それに賞状か。どうしてこんなものが。パレスは主の歪んだ欲望が具現化だとすれば、賞や名誉、よっぽど他人に認められたい欲求の強い人間なのかもしれないね。認められたい。いえ、明智さんも言ってた。パレスの主っていう人について考えてて、入り口にいたシャドウが言ってたんです。なぜ自ら痛みへ向かうのかって。ああいうこと前に来た時も言ってたなって思って。受け入れよ。
主は嘆いている。自ら痛みによる愚かさを。前回も今回も何かを伝えようとしてる気がして、主って私たちの知ってる人なんでしょうか。奥へ行けばわかるんでしょうか。それが吉沢さんがパレスの前で言ってた気になること。主が誰だとしても現実を歪めるほどの欲望を持つ人間だし、あまりいい性格してるとは思えないけど、どっちにしろここにもう用はないよ。先に進もう。痛み。吉沢さん、君たちまさか。なぜだ。丸木先生なんですよね。そうだよ、君たちは。なぜ。なんでだよ。なんで先生がパレスにいんだよ。彼がパレスの主だからだよ。それとこの歪んだ君たちの幸せ。そうだ、僕は君たちの望みを。幸せってどういうことだよ。本当に。え？いや、
懐かしいね。こうして君と話すのも久しぶりだ。思い出か。そうかもね。僕にとってはちょっと苦すぎるやつだけど、とりあえず礼を言っておくよ。船での取引のこと、君の話じゃ正しい現実でも指導は改心して逮捕されてるんだろう。代わりに取引だ。指導を改心させろ。頼む。そうか。本来なら僕の手で決着をつけたかった。あれは他に道がなかっただけだ。悪いけど借りじゃなくて貸しだよ。君のせいで復讐の機会を失ったんだから。理屈じゃ割り切れないってことじゃない？分かってるよ、僕がおかしいって。でもどうしようもない、これが本音なんだよ。マルキは現実を歪めて人々の願いを叶えようとしてる。でもそれはあいつの都合でしかない。指導がしたことと何も変わらないんだ。あいつの自己満足の現実になんか生きる価値はない。本当に君が羨ましいよ。不愉快なほどストレートだ。なんでそんな馬鹿げた生き方ができるか全く理解できないね。君と話したことで改めて分かったよ。僕はこの現実を認めない。誰かに踊らされるのはもう帰ろう。僕らの現実に。これがいいね。ハイな気分だ。思う存分暴れてやる。持ってるんだろ、手袋。あっちも忘れちゃいない。もう僕が君に負けることはないよ。じゃあ。またな。
悪くないな。よし、先手必勝です。行きますよ。無駄だ。今さら躊躇してます。来い、いただいていく。これでもストレイ。決まった。敵つぶ。Thank you.